さて、今見えましたでしょうか。大谷選手、ドジャースね、決まりましたね。ついにその記念でちょっと撮ってるんですけど、来ました。似合いますね、やっぱり。再現度高いな。これ、あー似てるね、これ。似合いすぎじゃない？おお、98マイル。おお、100マイル。しっかり捉えていきますね。どうですか、この背中。こんな感じになっております。大谷翔平物語ではね、特に移籍してないんですけど。おお、結構刺されましたね。いや、これは似合うぞ。かっこいいな、青いユニフォーム。まあ来年は多分ピッチャーできないと思うんですけど、ピッチャー版の大谷選手ですね。元同僚と戦うね、喜び。エンジェルスを出る喜びを感じてるのか分かんないですけど。おお、めちゃめちゃいいコース。え、それ取ってくれんの？ありがてえ。ボールだもんね、これ。よし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 。スライダーが、ネットぶち切れすぎやろ。レンダーも、なぜかカーブもあった。いや、ウィル・スミスとのね、バッテリーを見れるということで。おお、なんだかんだエンジェルスかなと思ったんですけどね。これは取ってくれないよ。ドジャースか。結構衝撃が走りましたね、今朝。危ない。いや、これ結構勝ち星相当つくんじゃないの。いや、見てきますね。ちょっと99年のユニフォームらしいですけど。ちょっとオールスターにしたらベテランか。めちゃめちゃ難しくなりましたね。センターやんないだろうけど、ちょっと見ていくか。ウォーカービューラーっすね。バイバイバイ。いけるでしょ。直線でいくよ。無理でしょ。別頼んだ。別頼んだよ。あれだ、鳥が飛んでる。テラボ、酷評されてますね。バッティング取り返します。ちょっと確信を見たい。ああ、いて余裕でいきましたね。ライナーすぎる。よいしょー、95マイル。左も苦にしない。うお、2階席いったぞ。確信を見たかった。中日っぽいっすね、なんか。正面すぎる、正面すぎる。外野の守備とかちょっとやってほしいですけどね。よいしょー、3連発。このガッツポーズ、左のかわいいな。うお、すげえ巻き方がすごいな。鳥飛んでるよ。
2人飛んでるけど、うまい。最後見せてきましたね。お、千賀選手。渋すぎるよね、顔。ちょっとオールスターレベルにして、ベテランでいいか。かなりベテランでもね、迫力ありますよ。狭いな、ここ、メッツ。フォーク警戒。おお、キャッパ来た。やっぱホームのユニフォームの方がかっこいいね、なんか。うわっ、早いな。吹き上がってきたよ。ああ、上に抜けるとすげえ速く感じますね。甘い。よしよしよし。しっかりアジャストもできるという。ピーター・ランソン。セーフ。マジかよ。リンドは。めっちゃボール浮いてるね。もう変わっちゃったよ。よし、完璧やん。かねえか。走者しそう。やばいやばい。バレてた。おお、ムーキーがいる生活ですよ、4番に。いや、来年楽しみですね、本当に。ムーキーがいる生活。お、これ。あ、すごい。こっちになってきた。余裕ですね。86あるんで、スピードも。マクニール。ああ、よしよし。94枚でなんとか対応できそうですね。よしよしよし。いいね。右へ左へ何でもできます。盗塁したいけど、シチュエーションじゃなさそう。ああ、ツアーとか。おお、抜けた。よかった、知っといて。ぶらまだ早いか。なかなかアウト入ってあんま来ないですけど、反応しにくいな。それ反応したい。リンド、リンドなんかぎこちなくなってたぞ今。大丈夫か。ということで、これからはね、ドジャースで来年楽しみですね。また大谷翔平物語は別なんですけど、特別枠ということで撮りました。ぜひね、他のシリーズも見てってください。あ、大谷選手います。以上です。